全然講座の早いんだけど、これさ、久しぶりのスパイク、マジで1年半ぶり。やばいね、体がついてこないかもしれない。体が硬くなっちゃって。あの、ちゃんと水野の5本指ソックス、大学の時から使ってるやつ。なんかでも水野の靴下一番いいっすよね。いや、わかんない。俺もね、大学の時、水野の5本指使ってたよ。僕も5本指。え、みんな仲良しじゃない。仲良し。この西野、これもいいっすよ。安いし、滑り止めあるし。あれみたい、ゴキブリホイホイの裏。もう西の仕事来ないよ。俺かっけえこのスパイク。かっこいい。無駄にかっこいいってこのことだよ。かっけえんだよな。ちょっと見てください。まあいいや。なんだなんだ。あ、やばいやばい。小沢大学の時は水野のスパイク。いや、僕ずっとシックスでした。それと何でしょう。それとね、レイ。レイやったそう、レイが好きでね、使ってたんだけど、ナイキ入ってる。これ走りやすいでもなんかちょうどいい硬さだった。あ、本当ですか。うん。行きましょう。ダッ。ダッシュで行こうぜ。頭痛いな。酸欠だ。はあ、気持ち悪い。何と戦ってるんだ。結構遠いからねこれ。何やねんマジで。体が記憶に追いついてない。それ1年半ぶりでしょ。はい。いや、でもそれね、よう動くな。ビクらないようにだけね。YouTube 見てます。ありがとうございます。すいません。今から TKD と小沢がショートダッシュの練習で一緒に出るそうです。今の小沢と TKD だったらどっちが速いのか。まあ多分100はね、いや、もうここまで来たら武田の方が速いと思うんですけど、30とか50は小沢の方が速いのかなって思います。ただ小沢は本当にやらせとか嘘なしで TKD プロジェクトの動画出て以来走ってないみたいなんで、本当に僕らに動画呼ばれてスパイク履いて走るみたいな。でも一般社会人なので、まあそういう感じで、多分この動画で見れる小沢は本当にあのポテンシャルだけで走っておるって感じですね。お前ら何してんねん。普段クールな TKD も小沢が来ると大学時代に戻るというか、大学時代の2人こんなだったなみたいな、懐かしくなります。すごいよね。ちょっとは衰えろ。1年半ぶりじゃないけど、ちょっとは衰えろ。まるで衰えを感じないというか、 TKD のスタート見た後に小沢のスタート見るとウォーってなる。全然小沢の速いんだけど。やばい、酸欠。気持ち悪い。酸欠。酸欠になっちゃった。普通に負けたよね。やばすぎだろ。スタートうまいね。あー、気持ち悪い。吐きそう。せっかくいい絵撮れてさ、いい言葉たくさん喋りたいのに、酸欠は何も喋れない。編集の字幕に任せるですよ。小沢と練習すれば強くなるぞ。ね、周囲の短距離のあのショートの動きもちょっと変わってる気がする。大丈夫してる。いや、割といい。はい。くそ、ツッコみたいな、何も言えない。あいつ小沢来た途端ほんと楽しそうにするな。めっちゃ楽しい。おい。嘘だろマジで。これはマジか。はあ、ダッシュで行こうぜ。普段練習してる TKD がショートダッシュだと全く歯が立たないという。現役どんだけメッシュだったんだろうね。大学の時のショート練習もいつもこんぐらい空いてやってました。あ、本当に、はい、衰えないんかね彼は。
今年28だからね、彼ね衰えなきゃダメだよね。あれじゃあ、子供の運動会でさ、本当にバケモンだよ、バケモンだよ、バケモンもお父さんいるみたいなしかもスタート時ちょっとジュッて言うし、ジュッてすり足お父さんやっぱりその自分の技術として研ぎ澄まされてるんだよね、うん、多少筋肉やっても練習しなくてもできてしまうんだよね。はいはいはい、50m 測ります。はい、2本ぐらいいきますかね。じゃあ、わかりました。まあ、前回はタッチダウンで5秒5、6ぐらい出してましたけど、またそんぐらいで走れちゃったらどうする？トレーニング始める僕あれっすよ、5秒6とか7で今回のタイム出てるんで。マジ？はい、まあ、タッチダウンバカにしちゃいけない、速くはなるけどバカにもしちゃいけない。5秒6とか7ぐらい目指してとりあえずまず行ってみてください。はい、やってない小沢のタイム5秒71。はい一応僕もやってみる。 OK、 悪くなかった動き。あーくそ負けだー、おーすーおーすーおーすいやすごいね。2本目行こうか。あ、待って、やっぱそう見え張っちゃった。負けたんだけど1年半の練習めっちゃ元気ないじゃん3月なんだ。3月だよね、やばくないですか。そんなやばい、3月ぐらい、えぐいよ。じゃあ1回見たい。あーやばいね、ダッシュで行こうぜ。まあまあタイムは5秒と8秒で落ちちゃったんですけど、なるほど、普通にすごい。さすがに走れないと思ったから。そうだね、この何もやってない何もやってないって言うけど、それと同時にやってない年月よりも体の衰えが来るんですよ、人間的に。 そうだね、そっちがもう間に合わないんじゃないかと思って、うん、平均で6秒23かかるかなと思ったんだけど、それなのに5秒7で走るんで負けだから。そうだね、負けてるから。ショートダッシュも一本も勝ててないんで、基礎体力がないだけで今まで培ってきた技術は残ってるなっていう。そうだね、ありますね。やっぱりすごいってなるね。今のところなんか年一の男みたいになってますけどいやでも、ザオと約束してるから、俺が10秒で走れば一緒くれるんで。本当に、うん、おで、あの公認大会で俺と戦ってくれるっていう。なるほど、今この感じで走れるのにもったいないと思う。ゲームがね今何やってるんだっけ。エーペックスレジェンド、エーペックスレジェンド、一緒になったらお願いします最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。